鹿海神社へ行ってみました。鹿海神社は海神の総本社、龍の都と称えられ、福岡の鹿の島で古くから信仰されていた歴史を持つ、福岡でも有名なパワースポットの一つでもある神社です。海岸沿いの小高い山の上から島を見守るように鎮座しています。まず押し酔いと呼ばれる清め砂で体を払い清めましょう。階段を登っていきます。そして境内に向かって森の中の石段を登っていきます。ひまねこさんが先に上がっています。いよいよ境内に入ります。立派なお社です。鹿海神社のご祭神渡積三神は、海の表、中、底を守る海の主祭神で、右発渡積の神、中津渡積の神、底津渡積の神になります。海上交通の安全を司るだけではなく、塩や海産物の恵みをもたらし、不浄や災いを払い清める力を持つとされています。神様を祀る鹿海神社には、海の民が山を褒めるというユニークなお祭り、山褒め祭があります。福岡県の無形民俗文化財に指定されており、毎年4月と
11月に行われています。今日は福岡県の鹿の島にある鹿海神社をご紹介しました。チャンネル登録もよろしくお願いします。